こんにちは、金黒です。今回は Beats X のイヤーチップを交換して音質向上、そんなお話です。最近使い始めた Beats X ですが、個人的には音楽を聴くのは AirPods より Beats X の方が向いてるというふうに思いました。でもさらにこの Beats X の音質向上したいなと思って、今回イヤーチップを交換してみます。AirPods はインナーイヤー型なんで、 Beats X のこういうカナル型のイヤーチップを交換するみたいな、こういう楽しみができませんが、 Beats X はそれができるので今回やってみようと思います。今回試してみるイヤーチップはプレミアムヘッドホンマガジンボリューム6の特別付録についていた革新的イヤーチップスピンフィットです。この付録についてたスピンフィットは、サイズが M サイズの2ペアで、ノズル径 4.5mm から 5.5mm のものと、ノズル径約 3.3mm のその2セットがついていました。 Beats X のノズル径ちょっと知らないんですが、まあ多分使えると思いますので試してみます。スピンフィットの特徴としては、こちらに細かい文字で説明文書いてありますので、ちょっと読んでみますね。ダクトの中心部分にくびれを設けた独自構造が外耳道の湾曲にフィット。開口部が鼓動方向を向くことで指向性の高い高音域を改善する。サウンドクオリティ向上のためのアクセサリーです。こういうふうに書いています。高音域の改善あるようですね。楽しみです。それではやってみましょう。まず開けてみます。取り出してみますね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ノズル径が違うものが1セットずつ入っています。 Beats X のイヤーチップ外してみますね。 Beats X 付属のイヤーチップ外してみましたが、ノズル径どうも 4.5mm から 5.5mm の大きい方を選ぶ必要がありそうですね。つけてみます。入りました。こんな感じですね。なんか色合い的にも面白い感じになりました。まあ、私ブルーの Beats X なんで、いまいち色味としては面白くないですが、黒の Beats X だとこのイヤーチップ合いそうです。反対側もつけてみましょう。こんな感じになりました。スピンフィットの取り付いた Beats X 耳に入れてみます。ああ、ゴムの素材感としてはオリジナルの Beats X についてたものに比べてゴムの素材柔らかい感じがします。ただこの付録についてたのは、このイヤーチップのサイズが M サイズだったので、私の耳だと、もう一回り大きい方が良さそうなんで、ちょっと今度違うサイズのものを検討してみようと思います。それでは、楽しみの音質の比較やってみます。まずは、一回取り外して、ノーマルの Beats X の付属についてたものに戻します。戻しました。音源はハイレゾ対応のウォークマン使ってみますね。まずは Beats X オリジナルのイヤーチップで聞いてみます。まあ Beats X オリジナルのままでもかなりクリアな音質でいいと思いますが、さらにイヤーチップ交換して高音質になるのか試してみますね。もう一回スピンフィットに戻します。そして巻き戻して最初から同じ音楽再生してみます。
確かにスピンフィットに交換した方が高音のクリアさが増したような感じがします。低音域も少しだけちょっとボリューム感出た感じがしますが、全体的にはやっぱりこのスピンフィットの方が標準の BTX についてたものよりもクリア感に聞こえます。今回聴いてみた曲としてもテクノポップで高音域の使い方面白かったんで、そういう曲を選んだのも影響あったかもしれませんが、スピンフィットの方がやはり音質的には改善していると思います。あと個人差があるかもしれませんが、私の場合は耳の奥までしっかり入れた方が低音の迫力とか音の分離感が良くて、音的には好みに感じます。今回の M サイズじゃなく違う L サイズも選んでみたいなというふうに思いました。しっかり奥まで突っ込んでも BTX の標準についてたイヤーチップに比べてゴムの素材柔らかく感じるので不快感は全くありません。イヤーチップのサイズは SS、S、M、L の4種類あります。あとカラーバリエーションもホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色あります。まあ、私のこの青い BTX だとブルーが合いそうなんで、ブルーの L 買ってみたいなと思いました。今回試してみたスピンフィッツ、迫力を求めるというよりもクリアさを求めるのにこのスピンフィッツ向いていると思いますので、そういう好みの方にはおすすめです。今回は BTX のイヤーチップをスピンフィットに交換して音質の改善を試してみた、そんなお話でした。こういうガジェット小物のレビューもやってますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。